ダンカンと不機嫌なお客さんというお話。鉱山鉄道のダンカンの仕事は客車を引いて走ることだ。毎朝仕事に向かう人々を乗せ、夕方には家へ帰る人々を乗せて走る。はあ、やっと来た。やれやれ。はあ、いやあダンカン、調子はどう？俺の調子か？聞かれたから答えるけど、車輪がグラグラして不安定でしょうがないんだ。整備工場に行った方がいいんじゃないか？ああ、そうだな。もうとっくに行ってきたさ。でもビクターは何の問題もないって言うんだ。やれやれだぜ。クロスニー君の線路を見たことがあるかい？いや、どうして？どうかしたのかい？ミスターパーシバルに尋ねてみてもいつもこうだ。なんでもない。でも俺があそこを通るたびにボルトはガタガタ言うし、煙突も揺れるんだ。車輪までぐらつき始めたよ。でも、しかもそれに加えていつもブツブツ文句ばっかり言っているお客さんを乗せなきゃいけないんだからな。それがまたそのお客さん、失礼なことに俺がちゃんと仕事をしてないって言うんだぜ。ねえ、ちょっと遅れてるんじゃないか、ダンカン。やれやれ、みんな文句ばっかりだぜ。ダンカンは確かにいつもイライラしているが、文句ばかり言うお客さんの話は本当だった。ダンカンの不機嫌なお客さんはダンカンと同じぐらいいつも文句を言っていた。彼はダンカンが遅れると文句を言う。それから客車が満員の時にもブツブツ文句を言う。ダンカンがゆっくり走っても文句を言った。何してる、もっと急いでくれ。そしてダンカンが速く走っても文句を言うのだった。急にスピードを上げたんだ。おかげで大事な背広が台無しになったじゃないか。やあダンカン、仕事は順調かい？いいや、ものすごく怒りっぽいお客さんを乗せてるんだ。いつも不機嫌でさ、理由もなく文句ばっかり言うんだぜ。本当？確かなのかい？何？これからは絶対文句を言わせないようにしてやるぜ。ダンカンは追加の客車を受け取りに停車場へ向かった。やあダンカン、何してるんだい？客車を増やすから取りに来たんだ。夕方お客さんがちゃんと全員乗れるようにしないとな。これで俺のお客さんは誰一人文句を言えないはずだぜ。でもダンカン、それはスカーロイがお客さんを乗せるのに使う客車だよ。夕方、ダンカンはいつもの乗客を乗せるため時間通り走った。ご乗車ください皆さん。全員ゆったり座っていただけますよ。だが、その日のスカーロイには客車がなかった。おいダンカン、それは僕の客車だぞ。戻ってこい。おい、ダンカンが走り続けていると、線路の前方で作業員が仕事をしていた。え、そんな警告のサインだ。スピードを落としたらきっとあのお客さんから文句を言われてしまうぞ。ダンカンがスピードを落とさなかったので作業員たちはもうカンカンだった。ダンカンは自分だけがいい気になって満足していた。彼は上機嫌だった。そして乗客もみんな満足そうだった。もちろんただ一人を除いては。でも次の日の朝、あの不機嫌なお客さんは駅のホームにいなかった。いやダンカン、もう出発の時間だよ。ああ、でも乗り遅れるといつも文句を言ってくるお客さんがいてさ、まだ来てないんだ。実は
不機嫌なお客さんは寝坊してしまい、慌てて走ってきたのだ。待ってくれ。ダンカンはそのまま彼を待つことにした。そのため駅長が笛を鳴らしても動かなかった。あ、よかった、間に合ったぞ。はい、よし、これであのお客さんも今朝は文句を言えないはずだぜ。だが他の人たちは不満だった。これでは自分たちが遅れてしまう。そして駅長もダンカンに怒っていた。おい、急ぐんだダンカン、線路を開けてくれ。君のせいで僕まで遅れてるから、お客さんが怒って文句を言ってるじゃないか。誰もがみんな文句を言っていた。あ、これはなんだね、まったくひどい。あ、鉄道の仕事をしてないじゃないか。信じられない、毎日問題が起きてうんざりする。座席は硬いし列車は遅れるし、あ、どうなってんだ。時間に遅れた分を取り戻そうと走っていると、ダンカンはまた作業員たちに会った。遅れちゃダメだ、これ以上あのお客さんに文句を言わせないぜ。今日は何をやってもうまくいかないな。終点の駅ではミスター・パーシバルがダンカンを待っていた。はい、何を言われるかは分かってます。本当にすみません。反省はしているようだな、ダンカン。でもどうしてスカーロイの客車を勝手に奪い、工事現場を徐行せず駅長の笛を無視したんだね。それはあの不機嫌なお客さんのせいなんです。あの人に文句を言わせないようにと。ダンカン、あのお客さんのことなら知っているよ。いつでもイライラしていて、何でもかんでも文句ばかり言ってる人だ。でも今日君はみんなのことを怒らせたんだ。はい、そうです。ええ、分かってます。これからはあのお客さんのことは気にしないようにするんだ。自分の仕事に集中しなさい、しっかりとね。そうします、すみません。その日の夕方、作業員たちの横を通るとき、ダンカンはスピードを落とすように心がけた。急いでくれ、夕食の時間に遅れるじゃないか。こんばんは、ダンカン。一日の終わりにまさか君の笑顔が見られるとはね。いや、今日はいい日だったんだ。今日俺はすごく大事なことを学んだぜ。これから俺は変わるんだ。今までとは違う機関車になるぞ。楽しみにしててくれよな。本当に？それってもう文句を言わなくなるってことかい？いいや、あの不機嫌なお客さんの言うことなんかいちいち気にしないってことさ。そして役に立つ仕事に一生懸命取り組むんだ。そりゃいいね、ダンカン、最高だよ。分かった分かったってば、もう出発する。文句ばっかり言っちゃって、いつも文句ばっかりじゃダメだ。ごめん、また車輪がグラグラしてるぞ。こうなると思ったんだよ。どうしてみんな俺が文句ばかり言ってると思うんだ。文句なんか言ったことないのに俺が文句を言うなんてありえないぜ。